なた誰？お前俺が見えんのか？なんで浮いて。お前見どころあんな。俺ずっとここに住んどる幽霊なんや。幽霊？うん、ずっと前から。俺ウリボよろしくな、おっこ。鼻くその手で不潔。ん？幽霊の鼻くそじゃ汚いことあるかい。ほら握手じゃ。こらええ友達できたわ、嬉しい。行ってきます。今日からオリコがうちに住むことになりました。おばあちゃん、関オリコです。おっこって呼んでください。春の絵旅館に住んでます。中井さんから聞いたよ、君がここの若おかみになるそうだね。しっかりね。はい。誰？お前俺が見えんのか？ここのみんなは俺のことが見えへんし、声も聞こえんらしいし。こらええ友達できたわ、嬉しい。私ここ気に入っちゃった。イエーイ。潰れる旅館が出るなんて花の湯の恥よ、恥。みんな心配してくれてるから頑張らなきゃって。俺らが見えてんのか、まったく。もうその時が近づいているんです。なんてこと。出てきて、私を一人にしないで。お前は一人なんかじゃない。俺らもついとる。あんな風に喜んでもらえるなんて旅館の仕事ってすごいね。お父さんもお母さんもおばあちゃんもよく言うんです。花の湯温泉のお湯は誰も拒まない、すべてを受け入れて癒してくれるんだって。私も頑張るぞ。行ってきます。今日からオリコがうちに住むことになりました。おばあちゃん、関オリコです。おっこって呼んでください。春の絵旅館に住んでます。中井さんから聞いたよ、君がここの若おかみになるそうだね。しっかりね。はい。誰？お前俺が見えんのか？ここのみんなは俺のことが見えへんし、声も聞こえんらしいし。こらええ友達できたわ、嬉しい。私ここ気に入っちゃった。イエーイ。潰れる旅館が出るなんて花の湯の恥よ、恥。みんな心配してくれてるから頑張らなきゃって。俺らが見えてんのか、まったく。もうその時が近づいているんです。なんてこと。出てきて、私を一人にしないで。お前は一人なんかじゃない。俺らもついとる。あんな風に喜んでもらえるなんて旅館の仕事ってすごいね。お父さんもお母さんもおばあちゃんもよく言うんです。花の湯温泉のお湯は誰も拒まない、すべてを受け入れて癒してくれるんだって。私も頑張るぞ。